皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。ドラマ「東京タワー」のスペシャルメイキング第1弾の配信が本日4月27日にテラサ「テラサ」でスタートした画像「永瀬廉が犬と戯れる東京タワー」メイキング写真エクニカオリによる同名小説をもとにした本作は21歳の偉大生小島徹と20以上ょも年の離れた人妻。 朝の,獅子の美しくも許されない関係を書くラブストーリー。永瀬廉、キングプリンスガトール、板谷由香が建築家、獅子を演じ、松田玄太、トラビス・ジャパンガトールの友人、大原浩二、恵が浩二と禁断の関係に陥る主婦、川野紀美子に扮している。メイキング映像では永瀬と松田がナビゲーターとなって、これまで放送されたシーンを改装。 1> 第1話でトールと獅子が出会う場面では猫と楽しそうに戯れる永瀬の姿が映し出され高校時代のシーンでは2人が似合ってたねと褒め合った学生服姿を振り返るそして第2話で描かれたコージとキミコの鼻キスやトールと獅子のバックハグの撮影秘話も披露松田はコージの距離の縮め方や感情キミコさんの表情などを大切に綺麗に一つ一つ撮影した 長瀬はあのシーンを撮影初日に撮ったことによって空気感や距離感をだいぶ探ることができたと思い返しているさらに二人で該当シーンを再現する様子も収められた大北遥が脚本を手掛け熊伸次らが監督を担当する東京タワーは毎週土曜23時からテレビ朝日系でオンエア地上波放送終了後テラサで配信される「しドラサタデー」 東京タワーテレビ朝日系毎週土曜23時23時30分 C ・エクニカオリマガジンハウス新庁舎テレビ朝日ストームレーベルズ2人の制服姿にかっこいいの声殺到4月20日からスタートした永瀬廉キングプリンス主演のテレビ朝日系オしドラサタデー東京タワー毎週土曜23時写真 高校時代を演じた永瀬廉と松田元太の制服姿番組 X、旧ツイッター、にて、永瀬と松田元太、トラビスジャパンの制服姿のオフショットが公開された。永瀬は21歳の愛を知らない偉大生、小島徹を、松田は主人公の同級生であり、友人の大原浩二を演じており、4月27日に放送された第2話では、2人の高校時代の回想シーンが放送された。 ファンからは「かっこいい」の声が集まっている番組情報をテレビ朝日おしドラさたで東京タワー4月20日スタート毎週土曜23時23時30分出演永瀬玲板谷、床松田源溜め組ゆう甲本正弘永瀬りこなえなのほか原作「エクニカオリ」東京タワーマガジンハウス館「新潮文庫館」脚本「大北遥。るどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。